コンパルソリーフィギュアはフィギュアスケートの男子シングルと女子シングルで1990年まで行われていた種目の一つスクールフィギュア規定とも呼ばれていた表情を滑走して課題の図形を描きその滑走姿勢と滑り跡の図形の正確さを競う種目であるこのフィギュアという言葉がフィギュアスケートの由来となったコンパルソリーフィギュアは フリースケーティングとともにフィギュアスケート競技例明期から実施されており、1896年の第1回世界選手権でも実施された、競技会の最初の種目として実施された、コンパルソリーフィギュアに特化した競技が、スペシャルフィギュアであった。1968年まで競技全体における得点の6割をコンパルソリーフィギュアが占めていたが、1969年には5割に、 減少。1973年にショートプログラムが本格導入され、コンパルソリーフィギュアの比重が4割となった。1975年、ISU 総会で廃止の議案が提出され、当時の会長、ジャック・ファバールは強く支持した。しかし、米国などが、規定はフリーの基本と主張し反対したため、廃止されずに定着した。その後、1976年以降は3割。 1989年には2割と徐々に比重が減少していった。1988年の ISU 総会で米国、カナダ、イギリス、ニュージーランドの4カ国が廃止に反対したが廃止が決定され、1990年3月の世界選手権を最後に国際スケート連盟の競技会では完全廃止された。現在、競技としてのコンパルソリーフィギュアが行われることは、 ほとんどない。日本のバッジテストでは、1990年代、後半の規定改定により、1級で1番から3番、2級で4番のみになった。その後2008年の改定で、コンパルソリーと言えるものは、初級のハーフサークルのみとなったが、一方で、採点方式の変化への対応のため、ステップとして、ブラケット、ロッカー、カウンター、ループなどがテストされるようになった。 コンパルソリーフィギュアを競技しているソニア・モルゲン・シュテルン選手は一つの課題に対して左右の足3回ずつ計6回滑る。奇数人の審判員が滑走姿勢や滑り跡の図形を判定して0.0から6.0の範囲で採点する。この採点に課題ごとの難易度係数をかけて各課題の得点の合計がコンパルソリーの得点となるショートプログラムやフリーと違い 音楽はなく、選手は地味な衣装を着用していた。4アウトサークル4イン。サークルバックアウトサークルバックインサークル 4, チェンジバックチェンジ33インス3ーフ3アアウトダブル34イン。ダブル3ーバックアウトダブル3ーバックインダブル3、4アウトループ4イン。ループバックアウトループバックインループアウトブラケットイン、ブラケットアウトロッカーインロッカーアウトカウンターイン。 カウンターフォアワンフットエイトバックワンフットエイトアウト。チェンジス3イン。チェンジスリーフォア。チェンジダブルスリーバックチェンジダブルスリーフォア。チェンジループバックチェンジループアウト。チェンジブラケットイン。チェンジブラケットフォアパラグラフ。スリーバックパラグラフスリーフォアパラグラフ。ダブルスリーバックパラグラフダブルスリーフォアパラグラフ。ループバックパラグラフループフォアパラグラフ。ブラケットバックパラグラフブラケット。 風邪気帝国福祉上の道朝日新聞1984年11月14日ノーモアフィギュアスインフィギュアスケーティング1091988寝ても覚めても面白くはなかったがイコールとみしげ稽古毎日新聞2013年11月28日ありがとうございます